ナムシケンさんはそれこそ、ね、外戦車に乗って右翼活動してた頃の話から何から全部書いてあるわけで、野口健、グレタさんへの皮肉で賛否。アルピニストの野口健さんがスウェーデンの環境保護活動家のグレタさんに対してツイッターで皮肉めいたことをツイートし賛否を呼んでいます。その後、野口さんは皮肉のみでつぶやいた僕自身の浅はかさを痛感させられていますとツイートを謝罪しました。まあ、うかつな男ですね、この人ね、普通にね。この辺の騒動も本当に政治闘争じゃないですか、結局。そう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 。で、なんかデマサイトに乗っかって批判する人とかがすごい多くて、うんうん、多いね、本当にやめてほしいね。ね、なんだっけ、うん、ちゃんとした指定席取ってたのにこんな地面に座ってるみたいな、偽装してるぞって言ったら、実はそれはそもそも向こうの飛行機は電車はすぐキャンセルされず、あの電車があの走らないとかが日常で、指定席もキャンセルになってみたいな、あの別に間違ってない話だったとか、そうなんか別にそうそうそう、ね、いいじゃん、そのさ、あの上げ足取んなくていいんじゃないのと俺思うけどね、うん、まあ、グレタさんは気になったのさ、 How dare you って言ったのは、うん、あのちょっと言い過ぎかなと思ったけど、うん、でもまあそういう17歳か16歳の女の子が感情的になって言うのは別に俺はそれは受け止めてあげればと思うんで、うん、この野口さんがいちいちぐちぐち言うのはなんかみっともねえなと思いましたね、はっきり言って、うん、ただこの結果野口さんの、ね、野口健さんの、うん、昔の問題とかがどんどん掘り起こされていろいろあったよね、この人ね、行って、うんうん、あのいやこいつやばいやつだみたいになってたんだけど、うんうん、いやそれは全部あの僕が13年前に出してますよって、そうだ、思い出した思い出したなんだっけ、ネパール の, その少女と結婚しちゃった話とかじゃない、そうですそうです、未成年と結婚しケバくなったから別れたとか、あのね、あの猫殺しただの、あ、そう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 、まあそもそも、なんだろう、 CM に起用するのが間違ってるタイプの人なんですよ、うん、そうだね、うん、あのこの時代の本ってやっぱり すごいオープンで、うん、乙武くん、あの小学3年生で連載した時に、うん、野口健と乙武くんが編集サイドから指定された取材相手で、うん、で当時出てた本全部読んだら、うん、なんでこれが良しとされてんのってことしかどっちも言ってなくて、お、ね、野口健さんはそれこそね、あの外戦車に乗って右翼活動してた頃の話から何から全部書いてあるわけで、あ、そうなんだ、だからその後の野口健のツイートとかが右寄りだとか言ってる人がいて、当たり前だよってこの人は出発点が右翼ってそうそうそう、そっちがベースなんだから、じゃないんだと、今更なんか急におかしくなったとかじゃないんですよまあでもあれで大人げないですね、うん、そう大人げないですね、大人げないの一言ですね、うん、まあまあ、うん、ちょっと昔で言うとシールズを叩いてた、まあ、シールズ僕嫌い、僕はシールズ、うん、正直嫌い、好きじゃないんですけど、うん、嫌いとか好きじゃないんだけど、うん、まあ、若い人が出るとこう叩くみたいな、うん、その構図ってもうずっとあるじゃないですか、ね、春風ちゃんとかね、うん、どうしてもね、子供が偉そうなことを言うと反発する大人っていうのが一定数いるんですよ、それはもうそれも嫌だなと思いますね、うん、裏に誰かいるだろうお前ってなるっていう、うん、そうそう、だから黙ってりゃいいんじゃないのって、うん、大人の方が黙ってればっていう、うん、なんかちゃんと聞いてあげればって思いますけどね、うんうん、だからグレタさんの言ってこと僕も全部知らないけど、うん、まあ、ちょっと穴もあるんでしょう多分ね、おそらくね、まあ、それもそう含めて聞いてあげればっていう感じですけどね、うんうん、いちいちなんかもうなんか向きになるなっていうのもな、まあね、ただ野口健やばいっていうのが広まったのは僕はまあよかった、まあ、そうですね、ずっと言い続けてきたところではようやく世間にそうです、ね、認知された、まあ、なんでこの人が自民党から立候補しないか分かりましたよ、だから、うんうん、やばいんだよねこの人ね、身体検査で身体検査でね多分ね、うん、しなかった、ネパールの人分かんなかったですもん ね、うん、はい、かな、次行きましょう。この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています。